どうもこんにちは、たまちゃんです。さて、ニアオートマタとディアブロが融合したハクスラゲーバビロンズフォールがついに発売されましたが、まあ、ここまでね10時間ほどプレイしまして、現在までのレビュー的なものと、あとは新たに新モードが追加されたため、そちらをね少々プレイしてみます。まあ、最近はねハクスラ系のゲームを50分ほど私のチャンネルの方で紹介しておりまして、まあ、それだけいろいろ遊んでるもののレビューということで、何らかの判断材料にしてください。で、バビロンズフォールはスクエアエニックスとプラチナゲームズということで、まあ面白そうだけれど、ネット上の前評判はあまり良くなかったりと、買おうかどうかね迷ってる方もいらっしゃると思います。で、やはりよく見られたのが動作がもっさりしているという点に関してどうなのかですが、まあこれはねエフェクトが解決してくれました。例えば似たような近接系の他のゲームにゴッドフォールというね超ド派手なアクションのハクスラがありますが、まあそちらと比べると見劣りするかなぁと、まあ初めはね感じていました。しかしゲームが進むにつれて、もうどんどんね画面が派手になります。さらに4人で遊ぶと、もう敵の動きがねよく見えなくなるから、逆にエフェクトを消したくなる、そんな感想をね持つ人もいるぐらいに派手になります。まあ結局ねモーションではなくてエフェクトなんですよね。もうエフェクトを盛ることで画面もゴージャスになり、遊び心地も良くなっていきます。どれくらい派手になるかは今回ね後でプレイしてみる新モード、そちらでお見せします。次、単調さに関しまして、まあゆっくりとしたねモーションで武器を左右に振ってるだけみたいな意見も見ましたが、このゲームはねシステムがアンロック形式になってました。もう進めば進むほど行えることが増える形式になっています。つまりクローズドベータテストは序盤のみだったため、まあロックされてる要素はね体験できなかったんですね。で、キャンペーンモードがいわゆる長いチュートリアルみたいになっています。まずは鍛冶屋が解放されて、で拾ったアイテムのね解体や素材を集めての装備の制作が可能になり、それと現在はその鍛冶屋でスキルシステムのようなものが出てきました。ギデオンコフィンとね言うそうです。これによりキャラクターに特性を持たしたり、それとガットワークというものが使えるようになり、戦闘面にねアクション性が増えます。現在はガットアンカーというねワイヤーを使って敵に接近するものが使えますね。ただこのガットアンカー、現状ではねそこまで遠くの敵に近づけないので、まだ使い道がね分かってない状況です。ステップした方が早い感じですね。まあ、何かと組み合わせると面白い使い方が可能になるのかもしれません。空中に飛んでる敵に近づくとかできるんですかね。で、このガットアンカー以外にもいくつか増えていって、でアクション面がさらにどんどん強くなっていきそうです。なのでキャンペーンモードはね可能な限り速攻でクリアしてしまった方が良さそうですね。もう今まで受けたクエストをまたプレイし直して、でじわじわキャラクターを鍛えるなどできますが、4人揃えばねクリアできなさそうなクエストももう簡単にクリアできるので、まあそうするとね装備もどんどん強いものが入手できます。まあまずはねマッチングで進めてしまいましょう。ただ10時間でガットワークがねようやく1つ目で、それまでが単調ではないのかですが、まだ4つの武器攻撃、これをうまくね使いこなしていない状況なんですよね。なので見事キャンペーンモードがちょうど練習の場にもなっており、もう10時間まであっという間でしたね。ゲームパッドでは LT と RT のトリガーボタン、この2つを押しながら何か別の操作を行うというね行為が今までにあまりないんですよね。だから新鮮であり難しくなってます。操作だけではなくね頭が混乱してきますね。まあこれが頭がね回るようになったらがっちりこのゲームにハマるんじゃないでしょうか。そしてさらに未実装かと思いきや、3つのアタックモードちゃんとあるようですね。公式サイトに載っていて、ストーリーの進行に伴って切り替え可能とのことで、私はまだねその段階に至ってないんですね。スタンダードモードにストロングモード、テクニカルモードとあるようですね。まあこれは早く体験したいですね。面白そう。というわけでネット上でね多く見られたあまり良くない前評判に関しては解決できているのではと思います。もうエフェクトが激しいとね画面全体の見た目も上がりますね。で、次は実際にここまでプレイしてハクスラゲーとして今のところあまり良くない点です。まあこれは前回の動画で最後に言いましたが、他の人と一緒に遊ぶ上で、その他の人がねストーリーをスキップしないと結構な長いストーリーをね見ることになってしまうという点です。
一度見たことがあるものをね、また見ることになってしまうんですよね。自分で2位にスキップできないのはもうストレスですね。まあこれは何とかしてほしいとこですが、キャンペーンモード以外のエンドコンテンツにストーリーがないんであれば、まあこの問題はね、そこそこ解決することになりそうですね。まあストーリーは理想を言うのであれば、ムービー部分はね、もうマッチングから切り離すことですよね。マッチングしてからムービーを見せるんではなくて、マッチングが始まる前、あるいはね、終わってから見れるようにするとかしてほしいとこですね。まあしかし、そうしていないのは、いろいろな事情があるのかもしれません。まああとはあえてね、日本人に馴染みのある携帯を意識してこうなっているという可能性もあります。まあこれは今後どうなるかですね。じゃあというわけでここからは新たに登場したモード、スカーミッシュというものをね、遊んでみましょうか。これはキャンペーンモードとは違ったサイドクエストのようですね。これにストーリー部分はあるのかなども確認しましょう。で、スカーミッシュは素材収集やインファマスエネミーという特殊な敵を倒すのがね、目的のようです。まあ、キャンペーンモードを進めていて、マッチングがされずに、ソロでは進めるのが厳しいという状況が発生した場合、まあ、キャラクターのね、装備を整えるために行く形になるのかな。で、その特殊な敵は、いわゆるね、色違いの敵みたいな感じで、出てくる時と出てこない時はね、あるようですね。で、ボス以外にも道中出てくる可能性があるが、その場合、時間経過で逃げられてしまうそうです。トレジャーゴブリン的な感じなんですかね。で、倒すことで、レアな装備品を入手できる、とのことです。では、始めていきましょうか。現在の構成は、こんな感じですね。まあ、強いもの入手したらね、どんどん入れ替えてるので、今のところこの武器が良い、というものはないし、まあ、いろいろなものを使えるため、それだけ毎回新鮮にね、遊べますね。で、一応癖を感じてるのが、このロット。これをね、X か Y。ここに割り振った時ですね。これが意外と硬直が大きくて、もう武器を振ってる間ね、すぐに回避行動に移れないんですよね。だから遠くから安全に撃てるような場所、それ使った方が良さそうですね。しかし、このようにね、RT か LT、ゴーストアタックとして使うと、もう硬直なしに使えるので、ド派手になります。まあ後でお見せします。で、スカーミッシュというのはこの、キャンペーンモードのね、こっちですね。こちらが普通のキャンペーンモードで、この横に登場しました。スカーミッシュ。さあ、4人マッチングしましたが、ストーリーの方はどうでしょうね。あるのかな？あ、ストーリーなしですね。なるほど。ガンガン遊んでいけるんだ。よし、行くぞ。慎重に進みましょう。さあ、早速敵との交戦ですが、キャンペーンモードだよね、この、道中の交戦。これ結構無視されがちなんですけど、このスカーミッシュモードではね、やった方が良いのかもしれませんね。そのレアな敵が出るっていう話なんで。まあでも出たら戦うとか、それでもいいんですかね。まあでも素材が出やすいっていう話なんで、やった方が良さそうですけどね。じゃあガンガン戦っていきましょう。なんか今んとこちょっと弓が強いみたいな、そういう話が出てますね。理由としては、その、弓を溜めてる最中に回避すると、なんか溜めが一段階止まるっぽいんですね。まあ、それによって、もうどんどん溜め攻撃撃っていけるみたいな、そういう状況になるっぽいです。さあ、この通りね、もう、エフェクト、むちゃくちゃ派手じゃないですか。これ4人集まるともう、わけわかんないぐらいになります。で、現在私は、刀で切って、で、刀のゴーストアタック使いながら、さらにこのね、杖の飛び道具、なんか魔法弾みたいに撃ってますけど、これですね。これをぶち当てるとね、敵は吹き飛ぶんですよ。で、吹き飛んだ後にさらに、追撃与えるとか、刀でね。そういったことが可能です。もう、ド派手です。試しにためで。ああ。ためてると、本当に、一瞬でたまりますね。ためるたびに、うん。ためが完了する。これは確かに強いかもしれない。で、大攻撃に弓で、さらに杖を持ってるから、まあ遠方からね、弓を打ちながらこのスタッフの飛び道具。これ撃ってるだけでもね、相当強いですね。で、今のため技使うと、さらに強くなるのかな。まあ現在のだから私のこの構成はね、至近距離と遠距離、どちらも対応できる。まあそんな感じにはなってますね。やはりこれだけ乱戦になると、もう敵のね、攻撃がどうなってるかわからない。だから防御は考えずに、もうひたすら攻撃する。
まあ、従来のハクスラっぽくなりますよね。で、刀は刀で、Y と X にね、両方設定することで、いわゆるコンボ的なものができるのかな。ということで、再び刀で切りながら、ゴーストアタックをね、2種類使っていきましょう。もう派手でしょ、ほら、もう。わけわかんないでしょ、もうこれ。ああ、なんか、食らってる。そう、だから敵の攻撃も、いつの間にか食らってる。ことも多いですね。なるべくだからもう、気づいたらね、やばそうならば、回避するとか、それでもいいかもしれない。で、あとはガットワークの、敵に近寄る。これ、今ちょっと使ったんですけど、ガットアンカーで今、敵の頭上にね、表示されてるじゃないですか。これ使うことでこうやってね、寄ることができるんですけど、やっぱり今のところね、近道がまだわかんないですよね。浮かした後に、ガットアンカー使うとか、ま、いろいろ試してみたんですが、やっぱりうまくいきませんね。お、出がつきましたね。こういう出がわつにガットアンカー使うとか、意味ないのかな。うん、こうやって、あまり浮きませんもんね。さ、しかし、おっとっと、攻撃激しいね。はい、かわす。やばそうな場合は、遠距離攻撃ね、変えていきましょう。今んところ4人で、バランスはそれほど難しくないですね。サクサク進める。で、本日からね、正式発売日なんで、どんどん人も集まるでしょうね。だからマッチングは困ることないんじゃないかな。アーリーアクセス版はね、やっぱりそこまで人はいない感じですからね。値段もちょっと高いし。あと今のところレアな敵っていうのは確認できてないかな。まあ、もしかしたら途中行った可能性もありますけどね。あ、浮いてる敵いますね。あいつにガットアンカー。あー、まあ確かにちょっと飛べるけど、ほんと微量ですね。一応この杖は貯めることもできますからね。貯めることでこの力場、これが何なのかね、まだやっぱりよくわかってませんね。しかしそれでも戦える。あ、食らったか。これでクリアですかね。あー、なんか普通のモードとね、あまり変わりはありませんね。で、ストーリーがない分ずっと回していける、そんな感じなのかな。お、報酬は確かに、あ、いいですね。なんかね、良いものが出てる感じする。一括変換。エピックが二つ出たよ。あ、アクセサリーもエピック？これ。あ、設計図だ。やった。で、これは敵が、その、インファマスエネミーなのかどうか。ちょっとわかりませんね。なんか目印あんのかな？こいつどうなの？ズルンマル。名前が、ひわい感じすんだけど。私の考えすぎですか。こいつはもしかしたら、インファマスエネミーなのかもしれない。よし、け、飛ばせ。ハンマー当てて、終わった。どうだ？あれ？これは？あ、レジェンダリー来た。初めての？これそうなの？どうかな？アキリウス・グリーブ。現在61ですけど、パワー。で、ランダム部分はやっぱり追加効果って書いてありますが、その部分のみなのかな。基礎パラメータはね、もしかしたら違いはないのかもしれません。まあ、しかしこの追加効果がね、重要になりますよね。鍵マークがあるのはこれ多分固定という意味でしょうね。それ以外がランダムになる。だから自分のビルドに適したこの効果をね、揃えるまで掘るみたいな。そういった形になるのかな。まあ、だからこれはフォーラと76のね、レジェンダリー形式。それに近い感じもしますね。3つのランダム効果みたいな。では本日はここまでですね。今回は今まで10時間ほどプレイしてきての簡単なレビューと、あとは実際にね、新モードのスカーミッションをプレイしてみましたが、まあ今のところね、抜群に面白いです。まあ新作の旬のハクスラということで、気になった方ね、ぜひ購入して遊んでみてください。で、今後はシージというね、モードが遊ぶっぽいですね。強力なボスがやってきたりするそうですが、まあそれまでにね、私はやり込んでおきたいと思います。するとニーアオートマタとのコラボもあるそうで、まあおなじみの夜は 2B になれるね、衣装も登場するそうです。まあそれ用にね、女キャラクターを鍛えておくのも良さそうですね。では本日の実況はたまちゃんでした。また次の動画でお会いしましょう。